さんおはようございます。サブちゃんでーす。麦太郎さんと、麦太郎さんに謝罪するというような動画を撮ったんで、謝罪動画です。これ今すぐ乾杯から始まったけどね、なんかサブちゃんだからまあいいでしょうというかで、まあ、今日何の話かと言いますと、はい、麦太郎さん、自己紹介をどうぞ。もうちょっと自己紹介自己紹介確かに知らない人いますよね。まあ、この話がメインになると多分歌ってみたやってるっていう感じなんですけど、麦太郎ミュージックっていうチャンネルで僕歌ってみたやってるんですよ、はい、そうなんですね。結構ハイトーンで歌ってて、で、まあ東大生 YouTuber もやってて、でメインはポエトリーラッパーっていう音楽をやってる、ポエトリーラップっていう音楽をやってる人なんですけど、まあ歌ってみたとかの方が知ってる人は多いかなっていう情報量感じです、ね、クソ多いし、ゲストの自己紹介中にお菓子取りに行くっていうまあそんな感じなんですけど、そうですよ、ね、まだから YouTube をやっていて、そうですね、東大生で、まあ、音楽をやってると、はい、で、まあ、コラボしましょうみたいになって、こう DM とかのやり取りで、はい、で実はもうなんかサムネとかで分かってると思うんですけど、夜にかけるの歌ってみたを、そうですね、2人でやろうってなって、すごいめっちゃバチクソ歌うまくて、夜にかける原曲キーで出るような方なんで、あの麦太郎さんの夜にかける概要欄かどこかにきっと貼ってあることでしょう。はい、ここに貼ってあるんでぜひ見てほしいんですけどで、これまあ結論遅らしたんですね。私がメンヘラを発動して遅らしたんですけど、遅ら入りです。さあ、せっかく撮影して、もうなんか映像もで編集も全部終わってるんですよ。編集も全部終わってて、自分の歌取りも終わってて、別に今すぐにも出せる状態なんですけど、サムネまでできてるんですか、なんなら。サムネ作ってないわ。じゃあまだ、まあ、サムネは作ってないわ。まあ今すぐには出せないんですけど、まあ、そう、わざわざこう来てもらって、録音とかもして、とかってやってて、たんですよ。なんでそうなったかと思いますか？なんでそうなったんですか？なんかさ、ありがたいことにさ、あの、メインの歌のチャンネルの方で出してる YOASOBI の歌い方解説と、リアクション動画。が、まあいろいろとこうバズりにバズって、リアクション動画が、急所1位、歌い方の方も10何位とかまで行ってて。急所1位やばいっすよね。やばいよね。初っていうか、俺死ぬまでに撮れると思ってなかったんですよ。いや、ほんとすごいっすよね。そう。で、めっちゃ嬉しくて、で、まあその流れでさ、たまたまその前に決まってたわけ。夜にかけるを一緒にやろうって決まってて、その、正直歌い方解説やる前より決まってて、で、そんなことになると思ってなくて、まあそうですよね、なんか流行ってる曲だなぐらいでした。そうで、かっけえじゃんやろうよみたいな、はい、でうちら得意そうじゃんみたいなぐらいで、はい、でしかもコンセプトがボーカルバトルって言って、そうですね、で私一応慶応卒なんで、あ、東大生 VS 慶応生みたいなこうコンセプトでやろうよみたいなって、ずっといいじゃんみたいになってたんですよね。ノリのいい曲でしたもんね、しかも結構これは絶対動画映えするわとかって思ってたんですけど、まあここでちょっと問題が発生して、私のメンタリティに、まずそのリアクション動画で、まあ、歌い方解説で、まあ、これ本当に思ってるんですけど、すごい歌詞が素敵な曲、そうですね、はい、でバックにちゃんと小説があってモデルになってる、だすごいさ世界観がしっかりとしてて、なんだろうな、まあ、それが素敵ですってこんなことを俺も力説してるし、まあ、それにね視聴者も共感してくれて、はい、かなりの方が多分共感してますよね。いや、せやねん、はい、共感してくれて、まあ、それはすごいいいことじゃないですか。でその作曲者の愛沙さんとかボーカルのいくらさんとかもこうなんかそれを見てくださって喜んでくれて、でまあいろいろあったんですけど、まあ、そこでねちょっと引っかかってしまったのが、まあそもそもね、そもそもその俺カバーって売名行為だと思ってるんですよ、半分以上。まあ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 、それ間違いないですね。趣味でカラオケで歌う人がアーティストの曲を歌うのはカバーじゃなくて、ただ歌ってみたとか、はい、そういうふうになんかそのなんて言うんだろうな、それはいいと思うんですよ、はい、そういう文化だし、はい、人の曲を歌うっていうのが悪いっていうこと。歌ってみたの投稿もいいんですか？うん、まあそれも目的によりますけど。まあまあまあ。だから楽しむのがいいと思うんですよ。はいはい、でも例えば音楽やってる人とか、まあ、アーティストを目指してる人とか、まあ私も含めてなんですけど、まあ、基本的にカバーって売名だと思ってて、ぶっちゃけて言うと。まあまあまあ、それはそうですね。ただ別にじゃあ今までの曲が全部売名目的でやってたかっていうと、別に好きな曲を投稿してたから俺も。はい、今までこうメインの歌で方でやってるやつも、そうですよね、そうだから別に全てがこう悪意に流れるわけじゃないんですけど、まあ半分は売名なわけよ。自分の曲があるわけでもないし、そのアーティストの名前に乗っかって歌う、歌う、間違いでしょ。いやだって僕ガチガチに売名ですもん。ポエトリーラップっていう曲を月に1回出してるのも全然見てもらえないから、とりあえず1回知名度上げようってことで歌ってみたもん、週1で上げてますけど、はい、完全にそうです。でもさ、音楽が好きなやってるわけだからさ、はい、
全部が全部さ自分がこう売れたいやためにやってるわけじゃないし、まあ好きな曲をこれ、ね、難しいところなんですけどす、ね、ある程度あるわけよ売名の気持ちと、まあそうですね、でこんだけ曲の世界観のことをベタ褒めして、まあ、自分も惚れ込んだ曲で自分で解説しながらはいはい、はい、惚れ込んだ曲でなんかこのタイミングで歌ってみた。しかもなんかボーカルバトルっていうなんかちょっとさなんだろう勝手にこうすごい世界観がちゃんとしてる曲を使ってバトルにしてるわけですよ。バトルにしてでも喜んでもらえると思ったの。浅はかだなと思うけど喜んでもらえると思ったわけよ、はい、喜んでもらえると思ったじゃないですか。いや全然僕もそう思いましたけど ね、なんか大体の曲ってそんなにその曲の歌詞にまでみんな思い入れがあるっていうのは流行ってる曲だからこの流行ってる曲で戦ったら面白いなっていう、すごい上手とか慶応生と東大生みたいな絵で面白がってくれると思ったし、別にそれでいいと思うんですけど、ね、今でも出したら面白がってもらえると思うんですけど、例えばこんだけ曲の世界観を言っといて全部ぶっ壊す行為じゃないのかなって思っちゃってまあわかります。で出しても炎上しないと思うんですよ。別に出したからって言ってお前 YOASOBI あんだけ言っといて歌ってみたら出してんじゃねえってよりは喜んでくれる人の方が多いの分かってるんですけど、まあやめとこうかなということになったんですよね。やめとこうかな。でそれはなんかしらすたのチャンネルって本当にこれは自分のこう今後の展望なんですけど、アーティストが曲を紹介、例えばなんだろう歌番組みたいにしたくて、はいはいはい、アーティストが曲を知らせて紹介する、まあ、歌い方を解説する魅力をこうなんか勝手にね述べる、でそれがさらにこう視聴者に伝わる、でアーティストが喜んでくれるっていうような構造にしていきたいっていう思いがあって、 M ステぐらい影響力を、そう初めて見るアーティストとかカウントダウン TV とか M ステで、そうそうそう、ああいう感じで知らせさんのところで新しい人が来て、そう、あ、今月のピックアップみたいな、今月イチオシアーティストみたいな風にしていけたらいいなと思ってて、すでにもうそうなってますもんね。夜遊びとかそれで知った人もいるんじゃないですか、まあ、もしかしたら多少はそういう風になっていきたかなっても思うんですけど、はい、じゃあそこで曲を使ってボーカルバトルってコンセプトを自分のチャンネルでやっちゃった時にちょっともうなんかなんだろうな、まあ、それは YouTuber としてはいいかもしれない、はい、ですけど、ね、動画出して視聴者に喜んでもらって YouTuber としてはいいかもしれないけど、その YouTube ってジャンルを、媒体を使って歌番組をしたいって思ってて、そこにこうアーティストが乗っかってきてくれるようなチャンネルプラットフォームにしたいと思った時に、ちょっとやっぱ自分でそういう風に音楽を使ってはいけないのではないかという。これってひょっとしてこう僕が企画したことにして僕のチャンネルだけならどうなるんですか、それって。それとも意味わかんなくない？確かに。それとも意味わかんなくない？確かに。まあなんかよくわかんないです。なんかどうしたみたいな。なんだよね。から、まあわかんっていう、まあいろいろ複雑な判断が働いて、で、ギリギリまで粘った挙句配信の当日 になって、前日の夜中か。前日の夜中か当日の朝方か。そうですね。僕は朝起きてみた。そうだよね。に、ちょっとごめんなさいみたいな。まあ今、で、今話した内容を、まあ、もうちょっと簡単にまとめて、僕に LINE で、そう LINE でちょっと相談があるんですけどって言ってごめんなさい。そこでショックを受けてこう灰になったわけですよね。そうですよね。乾杯。全然そんなことないですよ。いや別になんか結構あんま前向きじゃないのかもなってちょっと思ってたところあったんで、いや前向きじゃない、まあまあ結論前向きじゃなかったんですけど、まあまあまあなんかその辺結構懸念してらっしゃるようだなという感じで、いろいろ試行錯誤しながら動画のコンセプト変えるとか、まあ、見せ方変えるとかいろいろ考えたんですけど、これは、まあ、多分ね、出したらね100万再生とか言ってたよ、はい、きっと。いや言ってるんじゃないですか。全然言ってたと思うんですよ。結構言ってると思いますよ。喜んでくれたと思うし、別にそれでいくらさんと綾瀬さんが怒ったとも思わないですけど、なんかそれを見てる他のアーティストがじゃあしらすたで紹介されたいとか、はい、あの人に自分の曲について語ってほしいって思えるような存在になれるかって言ったら、ちょっとなんかそのマイナスがつくと思った。まあ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 、わかりますよ。ような気がして、はい、あいつしょなんか他の YouTuber とやってること、別に他の YouTuber が悪いわけじゃないですけど、他の YouTuber はそういう目的でやってるし、はい、俺はこういうビジョンがやってるから、はい、他の YouTuber が悪いわけじゃないんですけど、なんか他のなんか歌ってみてやってる YouTuber と一緒だったら、その新しいこの世界線にはいけないなと思って、まあ、やっぱ長期的に自分のなりたい姿を見ての、そう、麦ちゃんごめんと思って、いや僕はあれ見た時別にまあこの曲じゃなくてもいいしなって思ったんで、言ってくれたの、はい、さんそんなね麦ちゃんにね本当ごめんなさいの気持ちを込めて今日は萌えシャンドンを買ってきました、ありがとうございます、っていうちょっとあのロジックのかけらもない萌えシャンドンが急に現れたんですけどビール飲み終わったら乾杯します、はい、
僕シャンパンあんま知らないですけど、これ高いんですか？なんかすごいやつなんですか？ちょっとお店で買うと2万ぐらいじゃないですか。え、これそんなすんすか？でもあの原価はそんなしないですよ。5000円とか5000円弱とかそんなもんです、はい、すいません、なんか逆にごめんなさい、5000円で許してください、はい、全然大丈夫です僕は。そうなんですよっていうね、それと被害者が麦太郎さんですっていうことで、今そもそもここでまずコラボすること自体がなかなかの差ですからね。いや俺チャンネル登録者決まった時多分1400とかでした。歌チャンネルはそうですよね、はい、まあメインの方は2万、そうですよね、4万5000とかなんですけど4万8000とかかな、わかんないです。もともと知ってて俺が、はい、あのコロナの、はい、コロナについて早口でまくし立ててる動画見たことないですかね。まあある人も多いですよ。いや、いると思うんですよね、多分ね。はい。で見てて、コロナの動画で初めてイライラしなかった人なの。まあまあまあ。コロナの動画って大体イライラするからさ。そうですね。みんな本当に。陰謀論とか多いですからね。そう。かさ、いいんですけど、まあなんかそれで知ってて、で、歌も歌ってるのも知ってて、で、上手だなと思ってたし、そのボーカルバトルは誰かとやりたいなと思ってたの。ずっとやりたいなと思ってて、でそれで、まあ東大生。VS ただ歌うまい人とコラボしてもしょうがなくて、歌がうまくてこれなんか属性が面白い人、慶応生 VS 東大生とか、ね、なんかなんでしょう、アルチュー VS うつ病とかわかんないけど、なんか例えばそういう面白いじゃん、そういう括りがあった方が、相対うつとか全然面白い、ね、そうやばいね。ちょっとやべえ、むぎちゃんそれさ多分500万再生とかいくよ。そうだって、そうだって全然歌い方違えみたいな。沈むように溶けていく。うつの人来てくれないっす、うつの人絶対。いや、そうやね。でも絶対面白いと思うの。けど、なんか、いや、ちょっと矛盾あるなと思って。で、その YOASOBI って反響がありすぎて、はい、でもちょっとここでは言えないような反響もいっぱいあって、嬉しいお仕事が決まったりとか、嬉しいオファーがあったりとか、まあ、あれ、それを見て、こうなんか、連絡しましたみたいな、ちょっとこう、まあ、そのうち言える日が来るといいなと思ってるんですけど、仕事とかも来てて、から、だんだん不安になってたんですよ、日々。あの、配信までの5日間か1週間とかそのぐらいの間に、なんかそういう嬉しい仕事が来るたびに、これ歌ってみて出して、本当に大丈夫かなみたいな。その業界人に。そう、大丈夫、別に誰も怒んないと思いますけど、もしかしたら失望されるなと思って。ああ、なるほど。誰も怒んないですよ、別に俺が歌ってみたら出したって、うん、そんな誰かが怒るとかは思ってないですけど、まあ、そこまで多分思われないとは思いますけどね。何人かいるかもなぐらいのレベル感ですよね。なんか本当に数パーセント以下の人が思うかもなってい う、 でしかもさ、あの動画自体がさ、2人ともそうなんですけど、別にその 曲の世界観を重視してない歌い方をしてるわけよ。いや、僕も完全に、だってあれ知って歌った時は俺まだ小説読んでなかったでしょ。いや、そうでしょ、はい、で俺もそうだったの。録音一回してその時読んでなかったし、まあ、たとえ読んでたとしてもあのキーで俺世界観とか絶対表現できないから、もうリズムと音程と表現バチバチにはめるのにいっぱいいっぱいだったから、はい、あの曲むずいですよね。っていうか本当に難しかったっす。そうからさ、なんかっていういろんな思いがあり、送らしましたっていうような話を今日は麦太郎さんとお届けしました。しました久々のサブちゃん、こんな感じの内容で大丈夫ですかね、伝わりましたか、なんで遅らせたか。あの歌い方の正解みたいな話します。あ、それじゃあちょっと2本目の動画でするんで、あ、皆さんじゃあ明日か明後日かし明後日かいつか分かりませんが、2本目の動画でまた麦太郎さんとちょっとこのなんか歌関係の話続きやるんで、皆さん楽しみにしてください。あと、よかったら僕を見てくれ、はい、ここの概要欄にいるからさもっと言っていいよ。でそれ、どういうとこが見どこですか自分で自己アピールしてください。自己アピール、いや僕でもすげえちゃんと してるというか、なんて言うんでしょうね、あれ歌い方自体は、まあエッジを聞かせた感じで歌ってるんで、うん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 、なんかその曲の世界観に合わないとかいう人は結構いるんですけど、まああの曲をもしものすげえ熱くシャウトして歌ったらどうなるかなっていうのを見るチャンネルだと思って、はい、僕のチャンネルは見ていただければと思います。概要欄にベタベタに貼っときます。同じの3つぐらい貼っておくんで皆さん、ちょっと私の麦太郎さんのごめんなさいの気持ちを皆さんが代わりに組み込んで視聴数とチャンネル登録をして差し上げてください。すいません。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。